1回戦対局スタートです。漏れず遊びは危ないよ。持ってきたのはドラです。これは宝珠か。最終手番です。いやこれは切ると思うんですよね。これは切ると思うな。さあ眉をしかめて数層を切ると8000。宮崎の上がりです。チュンドラさんの8000点。料理半蔵は感されるナイス。でかい。リーチ積もたんよ。ウライチ大きい。2000、4000。高め積もってウライチ、ま、休めなかったしな、うん、来たー。来たタコファイヤーだこれ。さあ行くぞ。くらえって浅い。くらえ、いけいけ。タコファイヤーだ。ナイス来ました。リャンウーパーピン追っかけリーチ。浅井くんピンチやで。これはでもリャンウーパーピン意外といないんだよね。パーピンなくてリャンピン1でウーピン分だけ増えましたね。うわあ1の方リーチ一発ピンフ。きつい。浅井くん牙を向いたタコファイヤー一発で仕留めていけました。3900点。いやこれはねやっぱ言い損したタコさん見事でしたね、うん、はい。というわけで、ダメだこれは。浅井掴んでしまった浅井。この表情。そして宮崎の手は白ドラさん8000点のダマ点でした。はい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 。これはダマか。え、ちょっと待って、これ角谷危なすぎる。角谷リーチを途中だ。角谷かカウントダウン。ダメだクレライダーみたいになってるって。だから本日一気通貫 e ペイコーもつきます。12000か。12000です。本日一 e ペイコー、はい、高いね。高めのイーソーを仕留めました。ラス1イーソーで浅い。ベストを脱いだ浅い。ナイス。何にせよといったところがリーチツも3色とな。裏1裏1裏裏いい半余った3600。もう心なしから嬉しそうですね。嬉しいですよ。ちなみに宮崎選手1回戦終わった後もニコニコでした。ニコニコでした。ドラに愛されてましたね。うわー、浅い。タコの勝ちだ。タンヤオドラさん8000点。浅いからです。いやこれ浅い。もうシャツも脱ぐしかないね。このシャツも15キロぐらいある可能性ありますね。イースピンは残るとナイス。高め。リーズもドラドラ。2004000は2200、4200。角谷大きいですねこれ。しっかりと上がりきった。浅いがきつい。浅井くんがうわあ残品は宮崎の当たり入った山にないところから上がりきりました。最後はペドラ1 3200点。あれこれタコ着順落ちてる。はい、でタコが言いそう手出しさっきした。あこれは無理だ。無理無理、はい、宣言牌の予想浅井のダマ点に当たります、はい、なんドラドラ6400点。その上手、うん、積もったーリーチ積も裏一嬉しい、はい、1200は1100、2100。宮崎上がってこれでだいぶ取り返しましたね、はい、三蔵になりますか。でもピークつけたいからいった。あー、はい、チーソーはタコの当たり牌です。タンヤオ1000は1600に強卓もついてきます、うん、はい。ビジュアル枚数だとね三層切ってポンテも押せれるんでね。あ、ローワンチーすると作詞みたいな。うそ、あ、9番でテンパイ取るか。いった勝負、はい、はい、そう、いきました。ここは角谷の上がりです。宮崎勝負人がここは捕まりました。リーチ、ピンフ、ドラ1、3900、うん、角谷、宮崎からの上がりです。山を鋭角に出したっびっくりする。あの、見たことない全員2万点台です。そうそうそう、あ、ウーピン掴んだ。ウーピンはタコの上がり牌です。宮崎掴んでしまった。イーペイコードラドラ5200点、タコを宮崎から上がります、うん、これでタコを 1本抜け出して宮崎がちょっと苦しくなった。はい、やばい。何がやばいって。タコがやばい。まずは角谷老朽ママチンのリーチをしました。もうダメだ。リャンピン現物これは無理だ。状況は整っている。宮崎の上がりです。太陽ピンフ3色ドラドラ12000。これはいきなり
四着か来ましたね宮崎が。ほぼほぼ立場が入れ替わりましたね、はい、タコと宮崎。うん、お来た。頑張ったよこれ。サブローマン。決めに行くか。でもリーボー出すと楽になる。はい。リーボー出すと他の人が楽になる、うん、さあこれ全員と2000点分条件縮めました。ただそれでもリーチを打つ角谷サブローマン待ちです。で浅井は出上がり2000点 OK になりました。はい。サブローマン山に2枚。うん。あ、1枚減った。あ、最後の1枚ローマン怒涛のサブローマンの並びでした。角谷ここは大きく上がった。リーチ一発タンヤオトライチは1万2000は1万2300、うん、すごかったね今の1位じゃな。もう一瞬過ぎて分からなかった。6枚持たれてるのに3万、うん、あ吸収されてラス1、うん、あ、ローマンって感じでしたね、うん、トン3枚切れの話してきました。積もった。最後はタコが積もりました。純ちゃん三色ドライチ2000、4000は2200、4200。さあこちら万願積もですと宮崎とタコが同点になるはず、なるはず。私の計算が確かならばなりました。2万5100点の同点同士になりました、うん。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。